仕上がりの方いかがですか。チームとしていいトレーニングできましたし、まあ、怪我人は出てましたけど、まあ、この最後の方にはみんなね、合流することができて、まあ、チーム揃って、みんな揃って、キャンプ、チームキャンプですけど、終わったことも良かったかなと思いますね。新たなメンバーも加わりましたけれども、チームの雰囲気とか、改めていかがでしょうか。チームの雰囲気はいいと思います。ね、やっぱキャプテンが悪魔になり、彼の人柄とね、人望が明るいっていうこともあって、チームも活気づいてますし、まあ、新しい選手も含め、いい雰囲気でできているかなと思います。その新野選手が新キャプテンになりましたけれども、そのキャプテンマークをその託した理由っていうのを改めて教えていただけますか。ここ数年タクマと話していく中で、まあ、この先チームのことを考えると、まあ、タクマがやることがチームにとって一番いいことだと思いましたし、まあ、タクマ自身も、ね、自覚が出てきて、キャプテンをやりたいという気持ち、チームを引っ張りたいという気持ちが出てたので、まあ、このタイミングでタクマに託すことになりました。まあ、キャプテンをやってくれっていうふうに話したときに、新野選手はどういうことを言ってましたか。まあ、やっぱチームに対する思いっていうのを話してくれましたし、まあ、彼はね、下部組織から育っているチームで長くコンサドーレの名前の下でプレーしている選手ですから、チームに対する愛もありますし、まあ、やりたいっていうことを言ってくれました。新野選手がキャプテンになって、まあ、チームで期待することを教えていただけますか。やっぱ彼の明るさを、ね、チームに歓迎してほしいと思いますし、本当にもともと仲のいいチームですけど、より元気で、ね、明るくチームとして戦える集団になっていければなというふうに思います。まあ、長年キャプテンを務められてきて、キャプテンの難しさっていうのはどういうところにあるでしょうか。やっぱいい時はね、まあ、チームは生き物ですから特別やることはないですけど、まあ、苦しい時にはどれだけチームをまとめることができるかだったり、ではブレずにね、どんな状況でもチームのことを考えてそれを行動に移せるかってところが、なかなかね、自分の感情を押し殺す場面も必要ですし、まあ、そこは大変かなと思いますけど、彼ならできると思いますし、特別心配はしてないですね。これからまあチームも熊本へ行って、そしてさらに開幕戦も始まりますけれども、チームとしての全体の意気込みはどのようなものがあるでしょうか。まあ、開幕からしっかりスタートダッシュを切ることがチームとしてとても重要ですし、そのために熊本キャンプ約2週間、まあ、開幕してからも少し続くんですけど、そこで戦術を、ね、しっかりすり合わせながら、チームとして隙のないように作ってチームを作っていかないといけないかなと思います。サポーターの方にはどんなプレーを期待してほしいですか。まあ、札幌らしい本当に攻撃的でアグレッシブなサッカーを見せたい、継続して見せたいと思いますし、まあ、その中で勝つために、ね、やるべきことはたくさんあると思います。まあ、それを勝ちにつなげれるように、結果を出せるようにチームに注目だと。そしてちょっと脱線、話は脱線するんですけれども、まあ、ファンイベントで宮澤選手、雪かき大変ですがっていうお話されてまして、今結構北海道雪降っているんですけれども、道民の方にぜひメッセージをお願いします。まあ、そうですね、僕たちは本当に一番雪が多くて大変な時期にキャンプに来てしまって、なかなかこれを経験する機会、プロ入ってからなかなかないんですけど、本当に雪かき大変ですから、無理せず頑張ってほしいです。ありがとうございました。